ルン福井大地、ポルトガル一部に移籍決定。名門バイエルンミュンヘンに所属する福井大地が、来シーズンはポルトガル一部アローカでプレーすることが1日までに分かった。複数の関係者によれば1年間の期限付き移籍になるという。23年1月に鳥栖からバイエルンに完全移籍すると、今年1月に期限付き移籍したポルトガル一部ポルティモネンセでは11試合1得点の記録を残した。もうダメか。ポルティモネンセに買い取られて幽閉かと思ってたから朗報だわ。降格クラブから注意にステップアップ。バイエルンの看板は大きいな。ポルティモネンセから脱出できて何より。これだけでダメ扱いするやつって、むしろポルトガル一部に行かせてくれるんだから良いだろ。若いから試合の出れるチームに行くのが最善でしょ。この世代に何より大事なのは実践経験だからな。チームは降格したけど、ポルトガルではそれなりに評価されていたってことなのかな。ポルトガルの一部で出られたらその後トップリーグも見えてくると思うので期待やね。技術やセンスはあるけどまだ体がこれからのイメージで、さすがにバイエルンに残っても出場機会ないから、レンタルで経験積むのと体を強くしていけばかなり楽しみ。バイエルンに戻る線はほぼないんだろうな。ベンフィカあたりに行けたらいいかな。